しい道を捨てて険しい道を進むのかよ。簡単な道なら誰かが歩んでるさ。夜戻った者は辰の刻まで入れない。罰を受けに行け。俺たち親しい仲だろ。照れることないって。教えたはずだ。邪道の使い手に出会ったら殺して犬の餌にしろと。邪道の術とはいえ正義のために使った。時計の戻ってきたのか、ウェイウーシェ。この者は私がランケへ連れて帰る。私はずっと見守ってきたの。そのやり方は邪道だ。殺されるぞ。あんな危険なもの利用するもんか。永遠にな。分けてやるよ。